Messi. What's that? I love him. Yeah. The best. Taxi. ホテル到着しました。5時間ぐらいの移動だったんで、そんなにきつくなかったですね。Hello. Can you say something? 元気。元気、bro. 左。Tanjiro. Nezuko. Nezuko. My girlfriend. Shit. I'm not good at it. I saw a couple on eight. Yeah, I think what? You? I think I saw Frank on eight. Frank is with you, bro. Looks like this. きました。Yes, bride. ホテルいい感じです。How's the view? We can open it. Okay. Beautiful day. Beautiful day. はい、ということで、先ほどチームでストレッチと、夜ご飯食べて、で明日の試合のチームミーティングして、今日の日程はすべて終わったという感じです。まあ、なんでこれからちょっと散歩行ってこようかなと思います。とりあえず30分ほど散歩したので、これからホテル戻ろうと思います。今から朝食取りに行きます。ポニーフェース、いや、ポニーフェース、あんたいい感じですね。いただきます。ということで今、チームで、試合前の食事してでチームミーティングして今一旦部屋帰ってきました。もうあと30分後ぐらいに出発なんですけど、なんか久々なんか緊張してるなというか、まあ、それは、まあ、練習、自分の練習の出来だったり、あとは自分の体調、まあ、なんか最近体調がなかなか優れない日が続いてて、なんかまあ 100% のコンディションじゃないっていうのと、あと怪我の部分、他のハムストリングの怪我は治ったんですけど、その他の、ふくらはぎとかが結構最近痛みが多少あるっていうのとかで、まあ、そういういろんなことが交わって不安になったりとか緊張してると思うんですけど、自分がプレーできるそのいいイメージ持って試合に臨もうと思うので、今日の試合なんとか結果出せるようにチームとしても個人としてもいいプレーできるように頑張っていこうと思います。それでは準備していこうと思います。
Beautiful ball in. V in the offseason, he led that team in passes last season. Manning the ball from Ida, who took a late challenge from Davis. Dumped unceremoniously through the pitch here. いただきました、サラダとチキンサラダとブリと、あとまあおやつ代わりのブラウニーですね。これから5時間かけて帰ります。はい、ということで帰宅しました。現在深夜の、3時半です。まあ、試合は、1対1で終わりました。まあ、ギリギリで追いつかれたんで、やっぱり勝ち切りたかったのが本音ですけど、チーム自体、2連敗のところをストップできたんで、まあ、そこは良かったかなと思います。自分自身、試合前めっちゃなんかいろいろと不安だったりとか、なんかやっぱそれは練習でうまくいかないこととかも多かったんで、今週あとまあそういう自分の体調不良だったり怪我してる部分だったりいろんなのが重なって不安になってたんですけど、で監督からも今日は前半だけ交代45分だけプレーするってことを試合前に言われてて、そういうのはもう本当思いっきりやろうと思ってやってたんですけど、まあなんかチームから前半で怪我してしまう選手が出たりとか、あとはまあ自分のプレーも、まあ、今日は個人的には攻撃とかではあまり決定的なプレーっていうのはできなかったんですけど、守備で結構、まあ、いろんな、選手全員のサポートがあって自分の守備も結構はめるサイドではめることができたんで、そこをうまくいってたのもあって、後半の80分までプレーしました。最後釣っちゃったんですけど、自分めちゃくちゃよく釣るんですけど、ちょっとそれ本当に改善したくて、多分まあ、自分が持ってる持病があるんですけど、それの原因もあると思うんですけど、もう本当高校生ぐらいっていうからもう本当に絶対に釣っちゃうんですよね。まあ、それはもう本当これから自分付き合っていかなきゃいけないことなのかなみたいな感じなんで、まあ、もっと体力つけるしかないのかなっていう感じです。まあ、もちろん今回、まあ、勝ちはできなかったですけど、勝ち点1取れたのは大きいことですし、次の試合も勝ち点3狙って、どんどんやっていこうと思うんですけど、まあ、自分自身、まあ、3試合今のところ3試合でアシストだったりゴールだったりっていう個人の結果が出せてないんで、やっぱそこが悔しいです。まあ、もちろんチームファーストで考えるんですけど、やっぱ自分の目標もありますし、自分の目標はやっぱ MLS アメリカ一部でやるってことをこの動画いろんな動画で何回も言ってるんですけど、やっぱり全然結果出せてないとなると、やっぱりそこの目標がまだまだだなというか、やっぱ思ってしまうところあるんですけど、3試合通して結果は出せてないですけど、そこの目標は絶対にぶらしたくないですし、やっぱりその目標に向かっていくことが大事だと思うので、自分の結果にもこだわって、でチームが勝てれば本当最高だなと思うので、そこは追求して、これからもやっていこうと思います。今日の試合はやっぱり試合前なんかいろいろ不安とかあったんですけど、まあ、80分までプレーして、チームの勝ち点1には貢献できたと思うので、またなんかそういう弱い自分を多少乗り越えれたじゃないですけど、また一つ成長できたのかなって自分は思えて、今回試合で得れたものは大きいかなと思いました。まあ、こんな感じで、今回の動画を終わろうと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。